横に落として、ここはうまく武田が入って、富山、失礼、富山、小島から富山です。さあ武田が走り込んできて、自分で打つかどうか、自分で打って、ボーた、見事決めました、富山1点返した。大宮、そしてサポーターにアピールしました武田。できましたね、いや気持ちのこもったゴールでしたね。でしたね、これ2ゴール目今シーズン。まあ、ここの展開はこの前に富山選手がプルアウェイして膨らんでゴール受けに行ったんですよね、はい、まあ、小島選手もそれを見ていて非常にいいボール配球しました。ちょっと当たりましたか、はい、でここで1対1になったんですけども、まあ、中にパスという選択肢もあったと思いますけども、うん、まあ、ここはもう自分で点を取りに行くというそういう気迫が見えた